一人親方等の範囲。1. 自動車による旅客貨物運送事業または原動機付き自転車、自転車による貨物運送事業、例個人タクシー業者、自転車配達員。2. 建設の事業、例大工、左官、飛び、石工等。3. 漁船による水産動植物の最後の事業、7に掲げる事業を除く。4. 林業の事業。5. 医薬品の配置販売の事業。6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別等の事業。7. 船員法に規定する船員が行う事業。8. 柔道整復師が行う事業。9. 高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づいて高年齢者が行う事業。10. アンママッサージ指圧師、針師または灸師が行う事業。11. 歯科技工士が行う事業。12. 特定受託事業者、いわゆるフリーランスが業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業。特定受託事業、または特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの。一人親方等の範囲。事件、旅、再選重工、足利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 。一人親方等の範囲。1. 自動車による旅客貨物運送事業または原動機付き自転車、自転車による貨物運送事業、例個人タクシー業者、自転車配達員。2. 建設の事業、例大工、左官、飛び、石工等。3. 漁船による水産動植物の最後の事業、7に掲げる事業を除く。4. 林業の事業。5. 医薬品の配置販売の事業。6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別等の事業。7. 船員法に規定する船員が行う事業。8. 柔道整復師が行う事業。9. 高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づいて高年齢者が行う事業。10. アンママッサージ指圧師、針師または灸師が行う事業。11. 歯科技工士が行う事業。12. 特定受託事業者、いわゆるフリーランスが業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業。特定受託事業、または特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの。